DS PDS ダミニスよテラオゴセイリッス。今日はグリーンカレーを作るリッス。コリアン豆を一粒、クミンシードも適当リッス。香りちゃんが出てくるマニアクリッス。すり鉢にぶっこむリッス。はい、イクラちゃんはダメですよ。パップすり鉢でチュリチュリするリッス。おじいちゃんの髪にもつきたいリッス。長沢くんを8分の1に切るリッス。家が火事になるまで切るリッス。青唐辛子も切るリッス。タラちゃん、包丁は危ないよ。マスオは黙ってるリッス。魔法のエミソンス小さじ1リッス。ニンニクと生姜ぶっこむ。おじいちゃんのフケを入れるリッス。ママのミルク入れるリッス。プリプリリッス。長沢くんとその他をぐちゃぐちゃにするリッス。ナスリッス。ナスの頭を切るリッス。何してんだ。ハマジを切ってるリッス。おいてクスクスリッス。この小僧ぶちのめっそ。わあ。波平の額から取れた油を入れるリッス。カツオ兄ちゃん、長沢の家族入れるリッス。俺の家族も。朝一のうんぴを入れるリッス。くつ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 。タラちゃん特製のグリーンカレーハマジ長沢。プシッカンキタン特製ペッパー。いただきドンキ。よいしょ。見た目はちょっとね、悪いですけど、味はね。うん、グリーンカレーです。めっちゃうまい。うん、ナスも柔らかくて。5回ぐらいね、グリーンカレー作ったことあるんですけど、2番目ぐらいに美味しいですね。うん、超うまい。で、多分青唐辛子をね、サンボにしてりゃもっとね、グリーン感出てたと思うんですけど、辛さがね、青唐辛子でしかね、調整できないんですよ。だから減らしすぎてもグリーンカレーじゃなくなっちゃうし、多すぎるとね、辛くて食えないっていう。そう、だからグリーンカレーっていうのは辛さの調整がちょっと難しいんですけどね。うん。やっぱグリーンカレーにはドクターペッパーだよね。はい、ということでね、グリーンカレーね、ところジョージのね、番組見ながら食べました。必ずね、食べたね、次の日のね、ケツ痛いんですよね。けど、美味しいんでね、癖になるね、料理でした。ぜひみんなもね、作ってみてほしい。やっぱね、ペーストからね、作るのがね、ポイントですね。やっぱ日本で売ってるやつっていうのは中途半端なのがあるんでね。まあ僕が作ったのも適当なんですけど、けどちょっとね、グリーンっぽさ出てるんで、ぜひみんなもね、食べてみてください。だれっし!ぼっちゅう。PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしく。